YouTuber ってほら収益とか安定しないんで、だからもうある時に例えばじゃあ今月の収益がじゃトップ YouTuber とかだったら例えば3000万とか4000万とかいくんですよ。4000万でした、でも翌月2000万とか1000万に落ちることって全然あるんですよ。例えば200万だった YouTube の収益が翌月中に急に30万とか落ちたりするのが YouTube なんですね。 YouTuber ってやっぱり精神的な安定とかいわゆる心理的な安全性じゃないですけど、そんなものがなくなっちゃうんですよ。トップ YouTuber で下振れしたとしてもそんなに稼いでるんだったら精神的に普通来ないかと思うけど来るんですね。ちょっと疑問に思いました。ある程度お金稼げていても不安になるのってなんだろう。大吾さんの言ってること調べてみました。どの段階でお金に対する不安がなくなりましたかとなんですが、僕は iPhone1 台で、自分でお金が稼げると、で自分がかなり贅沢して暮らしてお金が余るぐらいの、お金が稼げるってことが分かった時点でやっぱり安心しましたね。要するに何かに依存してるって感覚がなくなった時にすごく安心しました。だから僕も iPhone と Wi-Fi さえあればもう世界中どこに行ってもこのパフォーマンスが出せるので、 YouTube もそうだし Dira もそうなんですけど、そこからなくなったので、結局ね、このお金に対する不安がなくなるかどうかって自己効力感の問題なんですよ。なるほど。つまり、例えば今いる会社が倒産したらどうしようとか、もし病気になってお金稼げなくなったら、とか、お客さんが離れてしまったらどうしようってのが不安になるってことでしょうか。つまり、自分の力ではどうしようもないと思ってる状態が不安につながってるということですよね。でも、そんな不安が吹き飛んだのは、自分の力で稼いでいるという確信がついたからということでしょうね。でも、その点で言うと、やっぱり、大吾さんは炎上が怖いんじゃないでしょうかと思いましたが、大吾さんは D ラボというサービスをやっているために YouTube で炎上起きても大丈夫なんですよね。ここで YouTuber の稼いでいても不安になるっていうことに立ち戻って考えてみると、不安になるのはうなずけるのではないでしょうか。さらにその何が起こるかわからない不安、失い恐怖に対して大吾さんは言及しています。例えばテレビとかもそうなんですけど、講演がいっぱい来ました、本が売れましたね、テレビにいっぱい本が出てた、忙しかった頃の年収より上に行きました、安心するかとしないんですよ。またなくしたらどうしよう、失ったらどうしようっていう風に考えちゃうんですよ。つまりですね、人間って手に入れる前は怖くないんです、失う恐怖はない。でも手に入れた後は失う恐怖と戦わなくちゃいけないんですよ。だから皆さんはお金がないから不安だって今思ってるでしょ。でもこれお金を手に入れたらお金を失うから不安だに変わるんですよ。だからこの恐怖が変わるだけなんですね。じゃどうするかっていうと、別になくなっても自分だけの力でどうにでもなるわっていうこの自己効力感、自分の力で人生を切り開けるっていう自信が、実は僕らが言うところのお金を稼いで夜不安がなくなったっていう感覚の正体なんですよ。これ知らない人が多いので、知らないとみんなやれ投資だとかギャンブルだとか宝くじとか自分に関係ないところにかけて、で小銭を稼いで安心できるって思っちゃう。宝くじ当たったら人生変わると、変わらないですよ。変わっても悪い方向に変わります。はい。失う恐怖っていうもっと大きな恐怖に変わるので、で結局僕がやっぱりテレビやめたりとかいろいろやめてって、今は自分一人でもうこうやってできるので、もうこれはすごいですよね。だって僕今の全財産がなくなっても、多分同じ財産まで3年ぐらいあったら戻せますもん。うん。ノウハウ全部知ってるし、やり方知ってるんで。そう。しかも自分一人の力でできるので、ここが大事なんだろうなと思ったんで、全ては自己効力感なんで。一応、お金に対して執着なく、いや、月7万でも生活できてますみたいな感じだったら不安はないかもですが、でも不安を感じる人ってそうじゃなくて、おそらく将来のことも考えて不安になってると思うんですよね。確かに考えても仕方ない部分ってのはありますが、そういった場合はやはり大吾さんが言うように、いつでもどんな時でも自分で稼ぎ出せるっていう自信をつけるということが終着点なのでしょうか。簡単にはいきそうにないですよね。でもそれだけ多くの人が同じように困ることなので、ある程度状況を受け入れてやっていくほかなさそうですね。あと一度深く考えたら2度3度と同じこと悩む必要はなさそうですよね。お金必要って分かったらあとは突っ走るしかないかと思うので。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、体験リンクと僕のオーディオブックが無料で引けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。